皆さんこんにちは、谷正樹ゴルフアカデミーインストラクターの柿花です。今回はフェアウェイバンカーからボールを上手に打つ方法ということをテーマにお話ししていきたいと思います。今回も、フェアウェイバンカーポイントは3つに絞っていきたいと思います。まずフェアウェイバンカーでやっぱり一番多いミス、失敗ミスとしてはラフリっていうものが結構多くなってきます。プロゴルファーの方だったりとかシングルプレイヤーの方であればもうフェアウェイから打つかのようにこうパーンってこうボールを打っていけると思うんですが、なかなかこう状況的にその心理的なプレッシャーもありますから、まずフェアウェイバンカーからボールを打ちやすい状況を作る必要があります。それは何かというと、クラブをいつもよりも少しだけ短く持っていく。そうすることでラフリのミスをまずこれで少し軽減できます。そして2つ目は構えた時にボールのポジションをボール半個分ぐらい、いつもの場所よりも半個からまあ1個分ぐらいこう右目に置いておく。そして構えた時に短く持って、かつちょっとだけ手元を浮かせるように構えていきます。そうすることでラフリのミスを軽減することができます。そして打ち方のコツとしては、綺麗にボールを当てるというよりもクラブのリーディングエッジでボールの下3分の1あたりにクラブを入れていくっていうイメージを持つこと。そうすることで頭の高さを保つことができて、沈む動きが減ってラフリのミスがなくなり、直接ボールをクリーンに打つ確率が上がってきます。このポイントをしっかりと押さえた上でフェアウェイバンカーを打ってみてください。では一回打ってみたいと思います。クラブを短く持って、ボールは半個から1個右寄り、そしていつもの構えよりも少し手元を浮かせてリーディングエッジでボールの下3分の1を打っていくイメージ。今回の動画でお話ししたフェアウェイバンカーの打ち方について、練習場で有効な練習方法を最後に一つご紹介していきたいと思います。それはわざとトップボールを打つ。短く持って手元を少し上げてボールは右に置いて、わざとトップボールを打ちます。自分の意思で打点の高さ、ボールの真ん中に刃を当ててみよう、ちょっと下に入れてみよう、こういった打点のコントロールができることもゴルフ上達においてすごく重要なポイントでもありますし、フェアウェイバンカーからも打てるようになる一つコツになってきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけるとそれから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。